では次の質問に行きます。浜先生、質問です。新会館は資金面で建設できたのでしょうか。融資とか銀行はその時点で可能だったのでしょうか。また松井館長が資材を投げ打っても建設すべきことでしょうか。はっきり言いますけど、資材を投げ打ってとかどうのこうのとかという前に、別に資材投げ打たなくてもね、貸せば済む話だから、別に投げ打ってまでやる必要はないけど、ただ僕はね、2点残念。一つは、確かに、最初のうちはね、準備委員会も作らないし、財団法人も新会館建設の準備委員会2つとも作らないで、ただ、その当時は金がないからだろうと私は思ってたのよ。ああ、金庫に500万しかなかったっていう。うん、それしか知らなかったから。ところが、後で聞いたら、2億5500万いっぱい、松井館長のところに行っちゃったらしいのね。だからあったんじゃないかって今から考えると。まずそれが一つね、はっきり言って私ムッとしますよ。ね、そのことも一言も誰にも言わない。2億5500万抱えててね。浜先生はそれ誰から聞いたんですか。それは、私12年後に、辞めてから、これ誰から聞いたのかな。辞めてから ?12 年後に聞いたのよ。12年、江戸が一周したそうですね。そうそう。だから辞めた時に、そういうこと、いや、松井館長も頑張ってるよって、三峰に石碑建てた金もあれ5000万出したらしい、よくあいつ頑張ってるなって言ったら、浜井さん何のんきなこと言ってんだと。あれあなたが集めた金から出てるよって言われたのよ。それはお金だから色ついてないよ。だけど、その人の認識はそうだ。だから、まずそれががっかり。なんだ、ある程度動ける金あったじゃないかって。でね、それだったら今宮本さん言ったように借金してでも年会費が入り始めてたから。あれ前初期のうちはね、4万人くらい借りたから4億、初期は少年部5000円、一般部1万円だったから4億まではなくても、でも2億くらいはあったと思うよね。それが1万円になって、全員が1万円だった、少年部も一般部1万円だったら4億5億近く入ってたわけね。それだったら最初に2億5500万あったらできた可能性は非常に高いなっていうことはあります。そうですね。うん。そんな別に会費制度が確立したのが1年後くらいから始まって、館長就任ね。それで2万円、1万円ずつになった、全部が1万円になったのは3、4年後か5年後だったから、十分可能性があったんですよ、はっきり言うと。それともう一つ。彼が、私が辞めたのがね、2006年の5月2日に辞めてるんですよ。はい。2006年の5月2日。はい。んで、彼が90億手に入れたのは、2006年の年末か、2007年の頭だったと思いますよ。はい。半年。そういうことです。そうすると、その使えるようになったというのが、確定申告がありますから、個人の。はいはいはい。そうすると、それが、2006年に金が入って、2006年かの末か2007年の頭ね。その4月に確定申告しなきゃいけないでしょ。そうするとそれ申告終わってって使えるようになるのは、だいたい5、6、7、8だろうね。はい。ほんで、手付け打ってマンションとか買い始めたのが、マンション買い始めたのが、2007年の年末に着手金払ってるの僕知ってんですよ、ある事情で。港区の豪華な。そうですね、4500万の着手金払ってるの知ってんですよ。それ確か11月くらいですよね。2007年のね。ほんで、結構じゃあ使えるようになってから派手に使い始めた。始めたの。だから、この時彼は手元に72億あったはずですよ。72億その時に会館をね、別に自費でやらなくていいんですよ。はい、株式会社極真か有限会社極真には、それ貸し付けて、後で回収すりゃいいんだから、その会費から。72億って。だから、その2点、2億5500万入ってて、私も、年会費の徴収は、やっぱり極真会館という公のものはね、経済基盤しっかり作るためには、多少無理やっても松井を賛成して応援しなきゃいけないと思ってやってたわけです。そういうことがあるにしてもね、彼は一切そういうことをね、感謝もしなければ、あれもしてないね。もう全くそれに対して、お金も、ね、入ったことも黙ってる。あ、先生がいた頃っていうのは、
先生はその、まあ、経理関係に関しては全く何も知らなかったんですか？知るわけないですよ。法人関係には一切我々あれですね、ただあの館長これどうなんだとああなんだって質問したり聞いてるだけだから、だから彼はそういうことは金の問題に関しては絶対ね彼あの口出しはさせないと思いますよ。だからほら株式会社極真の経理は公開して決算書は持ってきたけど、おいもう一つの有名会社どうしたんだよって言ったら、いやあれは株式会社に公開する必要ないって言い張ったからね、まあ、あくまで個人に。そう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 。それはないよ、二つ会社持ってトンネル会社作ってるいくらでもごまかし聞くんだから、そんなの。だから僕はその最初に2億5500万入ったことも隠してある程度力があったのにやろうとしなかった。もちろん一応あそこは抑えておいた。ああ土地ですね、隣の土地はね、抑えておいたという行動は知ってます。ほんでただもう一つ70億ね、あれは雑所得として2割だけ投資として2割納めた。実は雑所得だったら5割税金納めなきゃダメだったのね。それをまあある種ごまかしてそのやったことに対してね、72億残ったわけですよ形としては。それがごまかしでやろうとインチキでやろうと、それに対してね、全くその時はっきり言うけど、そんな金額あったら会社はその有限でも株式会社でもどちらでも極真会館に5億も貸せば立っちゃってます。まあ立派なもできますよね。立ってますよ。立った上に回収しようと思ったら年会費であと5年10年でいくらでも回収できるんだから。そうですね。だからね、まあそれはね、私当事者じゃない、経営者でもないし、なんか他に使おうと考えたんだ。まあそれはいろいろ銀座の噂やら、ほらさっき言ったあの私も忘れてたけど、ロースあのベンベベなんだっけあれベンツとクライスラー。クライスラー、はい、クライスラー、うん。そっちに変わっちゃってたって、後で聞いたらね、その2億5500万のうちね。確かにあれ最初に買ってたもん。最初の方に買ってたの？最初の方に買ってた。2代目になってからすぐ、だって運転手付きで運転させてたもん。だから、ありゃーと思うよ、そういうとこは。はい、なんか松井館長の方から、小島さんの無限社の方に、うん、お金出してたっていうのを聞いたんですけど、それ本当なんですか？いやいや、彼はそんなことしないよ。あ、そうなんですか。うん。要するに、小島さんと親しくなって、小島さんに、あれですよ、ワールドカラットの編集を頼んだだけですよ。あ、仕事先として出してた。パワーカラテ？最初パワーカラテだったんだけど、パワーカラテ、名前使うなって遺族からなんかあったらしくて、ワールドカラテに変えたんですよ。あ、それでじゃあ少し上げて書かせてた。そううまあその誘引の誘引になるような記事を。そうです。あ、それで少しお金を渡せたってことですね。なるほどです、ね。それでその小島さんとあれなんていう人でしょう。あの女の人であの事務局長の塚本さん。塚本さんじゃない。そっちじゃなくて会館の事務局長。ああ会館です。いるんですよ。はい。だってこの人となんか。小島さんが揉めたとか揉めないとか、なんかそういうこともあって小島さん切っちゃったんだね。また小島が訴えるような草だなんて揉めたわけですよ、松井館長とね。それだってほら小島さんのことだから彼の言ってることはもう何が何だか分かんないし、もう一切信用できないっていうのは今の状況だからね。まあ先日その編集担当のまあ側近だった川島さんからいろいろ聞いた話だと、小島さんがおかしくなった原因っていうのは一つはやっぱり困窮だということなんですけども、その困窮の原因が、またこれは別な人に聞いたんですけども、松井館長から無限社に金が出てたのが止められたと。で、収入面がすごく非常に厳しくなったと。なるほどね。ということもあるらしいんですけども、それをじゃあ、まあ、遠回しで関係してたっては関係してたかもしれない。かも、やっぱほら、日本全国にね、一応印刷するあの、編集をやってるわけだから、はい、それなりの報酬はあったんじゃないですか。だからそれを当てにしちゃったんですよね、小島さんも。それは突然切られちゃったから、やっぱり何かの編集したらそっちに一生懸命なっちゃうじゃないですか。じゃあ他の仕事できないからね、はっきり言えば。そうです。ああ、そうですよね。うん、だって彼のところだってそんな人数がたくさんいるわけじゃなくて、はい、3人か4人でやってるわけですよ、結局ね。はい、だからまあ、塚本さん中止と、それから息子さん、そういう、はっきり言えば家内工業的な仕事してるからね。だから、そういう意味ではね、
でもそんなところでね、私なんかそれだったら気が狂ってるよね。40億の借金で困窮してたって言ったら。まあでも当時は今みたいにインターネットが進んでない時代なので、そういう機関誌みたいなのが雑誌一つでだいぶ印象が相当変わった時代だったと思うんですけども、うん、だからやっぱりその小島さんに関してそのまあお金を出してたっていうのはちょっと納得するなっていう、ね、そうですね。だから一緒にハワイ行ったりね。あ、そんな中だったの。一緒に二人で、いやいや、それは小島が行ってるから本当かどうか知らないよ一緒にその行ってるっていうのはよく自慢げに出てたよね。なんかギターも教わったとかなんとかって。だから自分の娘と、はい、松井館長結婚の娘とか、自分の息子と結婚させる夢を見てたとか、そんなこと言ってたもんね。なるほどですね。だから、はい、本当にね、松井館長に関しては本当にその僕は20、30年目でがっかりしちゃったよね。やっぱりね、大山総裁に任命されて一つの、ある種の公の公職ですよ、これ。いくら個人の株式会社にしようが何しようが、極真っていうのはこれ公になるだけの大きさ持ってたから当時は、はいはい、それをね完全にね私どもにしちゃったっていうね、はい、公の心がない、これが非常に残念ですよね。残念な2代目でしたよ。まあ大山総裁はそれも含めて、まあ大山総裁のことだからね、人には期待しなかったかもしれないですけどね、はい。で、松井館長に関してもう一つ質問が来てるんですけども、はい、松井館長が、自分のことをオフィシャルの場では立ててほしいと、公の場で先輩後輩の立場で接しないでほしいという要求をして、話し合いの最後に消えた、三平氏、はいはいはい、はい、いうことなんですけど、先生これご存知ですか。それってどこから情報が入ってきたんだろう。これはですね、北野口、いやそうじゃなくて、はい、北野口、あれか、あれですね、南アフリカで三平さんと三平さんと松井館長がやり合ったと。一撃のあれですよ、はい、一撃の件、あれそうですね、すごいいっぱいありますねこれ。うん、いいよ、館長がみんなにかわしてたから。あ、そうなんですか。先生これ1,2,3,4,5,6,7冊、各支部何十冊ずつ7ありがてが来たの。まあ先生、同じ本が7冊ありますね。別に私は10冊も買うわけじゃない。まあ、線引いたりしますもんね。そうそう。いや、そうじゃなくて、これは割り当てできたから。ああ、割り当て、ノルマみたいな感じ。ノルマできてるのは各支部に。ノルマ、来るぞ、自分の本を書いた。そういうこと。へえ。そうなんだ。極真英雄列でもそうでしょ。あれ、たまたま私も載ってるからいいんだけど、あれも、10冊、20冊って。そういうノルマあるんですか。いや、だから協力しろってことですよ、支部は。当然ですよ、それ。まあでも各支部で10冊ずつ買ったら結構な金額になりますよね。なりますもんね。まあ50支部あったらね、でも大した金額じゃないよね、10冊、20冊。まあまあまあ、そうですけど。そんな本買えっていうノルマがあるんですか。だから、びっくり。ただね、はい、年会費でね、はい、うちから行ったでしょ、最後私辞めるとき調べたらね。1180万の本部行ってんのよ。あ、そこにね、支部に対する感謝の気持ちはないんですかって、うん、私だけじゃないですよ、全国の支部がね、自分のリスクで全部ね、はっきり言えば独立経営者じゃないですか。その集めたね、金を私は前から言ってたのよ、テンパかね、ね、20% とは言わないけど、テンパや 15% は各支部にね、自分手数料で還元してやったらどうか。一切聞かない。もうはっきり言うけど、そこまで言ったら僕から見れば強欲だよね。つまりそれなんでそんなになるか分かります。感謝の気持ち全くないよ、支部に対して。要するに俺が権力者だって、それしかないと思いますよ。やっぱり態度は結構変わってきたんですか。だと思います。あのね、今回ね、大谷選手がボールボーイってあれ分かります、野球で。ボールボーイ、ボール拾う、拾ってくるボーイが来た時にハグしたっていうのよ。そしたらね、何を朝鮮の新聞が書いてたのか、我が国にああいう男はどうして生まれないのか、そのあの行為をどう捉えるとかって言ったらね、尊敬される行為、英雄的行為みたいなのが書いてるわけ。これの捉え方が違うんですよ。はい。つまりそれ上から目線でしょ。はい。その
ボールボーイに目かけてやったみたいな上からね。あ、要するにそういう感性なんですよ。うん、その自分はあくまでも上から目線で物を見て、ボールボーイをね、おい、かわいそうなボールボーイみたいな感じで見てるわけですよ、ね。確証みたいな。そう。違うんですよ、うん。あの、野球というものは観客も含めて、審判も監督もコーチも、全部が、私前から言ってる日本の考えっていうのは、はい、これ骨身に染みてると思うんだけど、駅伝と一緒、役割分担。チームプレー。たすきがけ、チームプレーなんですよ。でそこで僕はね、大谷選手の態度を見てると、俺が偉いっちゅう態度じゃないのよ。あ、そうですね、上から目線じゃないのよ。仲間に、ボールボーイに対して仲間として扱ってるわけ。それを、そういう朝鮮族が言うと、何が言いたいかったら、尊敬される行為をする人間は、英雄的行為をする奴はいないのかって、こう、この上から目線の評論しちゃうわけね。違うでしょって。あれは、あくまでも、その、役割分担。ボールボーイでもこの野球を、ね、支えてくれる仲間の一人であって、役割分担してるから、そこに、大谷選手がすごいっていうの、それは、すごいんですよ。すごいけど、人間としての価値は変わらんわけです、はっきり言えば。そういうものをね、自然と大谷選手は身につけてるって。だから好感度出るんです、ね、もうその通り。俺びっくりした。あれなんだっけ、あれ。二人のものすごい有名な、僕は知らない野球選手、メジャーリーガーですよ、元。で、解説者で来てるわけ。はい、で、二人がその、大谷選手とその、通訳のなんとかさん、なんて言ったの？あ、通訳の、はいはい、いましたね。一平さんって言ったっけ、はいはい、で、インタビューしてたら、はい、ところで、大谷選手、この二人が言うんですよ。はい、あなたが子供の頃にね、憧れてたメジャーリーガーの選手誰って言ったら、ほんだら、日本語で喋ってんだけど、はい、最初に名前、この二人の名前、もちろんお二人、何々選手、何々選手とって、で通訳がそれを訳したら、二人ともこれ、顔がニコーってなっちゃって、一人なんか何したかったら、いきなりハグして、で、ハグした後、仕事忘れて、二人でこうやって写真撮ってんだよ。本当ありがとうって。あのね、そういう、なんていうのかな。上から目線でね、俺はすごいじゃないのよ。いやいや、皆さん、役割分担した仲間ですからっていう、そういう態度なんだな。だから、あれはね、ほんと、日本人でもあんなのなかなかいないけど、ちゃんと感謝の気持ちを持ってる。すごい感謝の気持ちを持ってるわけ。その、ボールボーイに対しても感謝の気持ちで接してるってことは、どうしても人間性が違うのよ、これ。これはね、ものすごく大きいと。だから、ほら、松田さんの話何遍も出すけど、そんなに世界から褒められたいかって言ったんですよ。日本人は褒められたいと思って掃除してるわけじゃない。サッカーも。サッカーも、大谷選手のゴミ拾いもね、英雄的行為と思ってるわけじゃないの。つまり、当たり前にやって汚れと汚れをなくそう、うん。要するに自分が喜びを得た場所から、汚れとかそういうものをなくそうってやってるわけ。だそこはね、本当に野球見てても、だって見てよ。チェコの選手たちがね、負けたけど、すごい喜んでるわけ。何喜んでるかって。その、チェコの選手をどうして大谷選手が大切にして、帽子まで被ってアメリカまで。あれ、チェコの選手と触れた時に帽子かっこいいからくれしたんやって。チェコの選手からもらったらしいのね。それをアメリカにまで来てて、後ろ向けに来て、で、チェコがすっごい喜びして、なんでそんなことを大谷選手がしたかったら、この人たちは職業を持ちながら、野球大好きでやってる仲間だって取っちゃったらしいんだな。だからそこに上から目線はないのよ。だからね、そのこと、それからこれもあったでしょ。これ大谷町とか、これ日本人の鏡っていうか、大和魂と和の、それと役割分担、その、たすき掛け。これこんな人間がいるのかと思うくらいすごいね。ほら、アメリカの、決勝戦の前にね、一言だけ自分から言わせてもらいたいって何言ったかったら、今日だけ憧れるのやめましょう。憧れは今日だけやめましょうって言ってましたね。そんなこと普通言えるやついるかって。憧れてたら、
気遅れしちゃって、あ、こんないい選手、こんな憧れの選手、浮き足立ってたら勝てないって。俺たちは勝ちに来てんだから、今日一日だけでもこの、メジャーリーガーに対するね、きら星のごとく、一塁には誰がいる、二塁には誰がいる、バッターには誰がいるね、投手には誰がいる。そんなこと一日憧れてたら、勝てないから、あれが全米で放映されたら、もうアメリカ人の反応すごいんだ。もう、日本を応援するしかないなとか、もう今日決めたと。今日から俺は日本ファンだとか、本当に。いや、こいつは、この大谷は、俺を味方にしようとしてるとか、そういう感動の嵐だよね。ほんで最後終わってから何つった、負けた相手が日本でよかったっつって。そこまで言わせちゃうんだよ。すがすがしい気分だったしね。その通り。そこに、上から目線ではざわめろとか、って、相手の足を引っ張る気持ち全くないのね。すごいなって。俺、ほんとこれね、大谷選手とか言ってんの、これ、何者なのこれはって。まあ、当時の松井館長には、じゃあそういう大谷選手的なところはなかったんですか？ね、僕はね、当時の松井館長にはじゃあそういう大谷選手的なところはなかったんですか？僕はね、これはちょっと考えすぎかもしれないけど、例えば、ね、